つの間にやらにぎやかさん。はい、このコーナーはリスナーの皆さんにいろいろとケアをしてもらいながらこの番組の応援歌を作っちゃうという友情、努力、勝利の三拍子揃ったすげえ任務のはずです。すごいねこれ。どういう意味のすごい？いやこれある意味今までの常識を全部覆してるよ。これ売れるかもよ。本当？うん、いっちゃうかも。いっちゃうかな。すごいことになっちゃうかもよ。恥ずかしい。そんでね、こんなハガキが来てるよ。はい。横浜市のアカデミー生のね、ヒューガ木ばくりさんから。ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ところでミュージックケアのオープニングに流れる竹内さんの歌が私のクラスの一部で流行っています。はい。それで竹内さんにまた歌を作ってほしいです。お願いします。いやだからミュージックケアやってるのよっていう話。歌を作るのね。でね、歌作るのね。うん、うん、でもさすがに、うん、あれぐらいじゃダメだとだからマンパの皆さんにいろいろ考えてもらうわけで、はいはい、もう正直このコーナー私が進行するコーナーじゃないんです。うんうん、カンナさんが進行するコーナーなんです。なんで俺かよ。そうなんです。俺か。でもすでに私のギターのガンコちゃんはカンナさんの手元にあるわけで、うん、この流れはつまりカンナさんが弾くととりあえず、マジですか？弾けるんですよね。はい、やらしいわ。いや俺ね、鳴らす程度ならできるんだけどね、弾けないんだよね。ね、演歌好き？演歌ですか？ああ、私たら。いいな、なんか。ダメ！でブルースでもいけんじゃないの？ブルースってどんなの？ババババビーン、ちょいとちょいと調子に乗っちまったぜ、イエーイ。おー、こんな感じですか？待って待って、あのね、綺麗な曲がいい。綺麗な曲がいいの？うん、何でもいい。カンナさんが作った曲を聴きたいな。俺が作った曲？うん、そうか、どうしたらいいかな。え、これはじゃあ適当でいいの？そう、本当に。うん、マンスリーパーソナリティー神田信俊は今日もマイクに向かってがなります、笑います、イエーイ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 。それかっこよすぎるんじゃない？いかがかしら？かっちょいい。お兄ちゃんかっちょいい。マンソナとか言っちゃった。マンソナなんてもうどうってことない。かっちょいい。なんでここにマンパに来る人はみんなギター弾けて歌えるの？あら、そうなの？嫌になっちゃった。実はこれ前このラジオで収録したまま、あのナルトの現場に行って、そのガンコちゃんを持ってたわけですよ。持ってたね。そしたらカンナさんが、どうしたの、そのギターはジンコちゃんのって言うから、そうなんです、弾けないんだけど、俺も弾けないんだよ、ちょっと見せてよって言われて、なんだ友達じゃんって言って渡したら、すんごい弾くの。嫌がらせかよっていうぐらい弾いてて、もう友達じゃない、私間違えたっていう、そういうエピソードがあるんですけどね。なんで友達になってよ。だって裏切るんだもん、すごい速さで。なんでこんな、何、右も左もすんごい速さで動いてんの、何この手、何この手って。だって俺もそんな上手くないもん。嫌な感じ。それで、森久保くんに作ってもらう、いつの間にか森久保くんプロデューサーになっちゃったんですけどね。それでこの曲の調子乗りやがってしょ、それでアルペジオを練習しろっていう風に私は言われたんですよ。アルペジオどうやって練習すればいいのか、カンナさん教えて。指はね、まあ大体全部の指使うんだけど、俺は小指は得意じゃないから小指は使わないんだけど、こうやって順番に。なんで見ないでできるの？でね、もうちょっとアクセントつけたかったりすると、ハンマーリングオンとかプリングオフとかいうのがあるのね。これはね、こうやって指をハンマーのように打ち下ろすようにこう、でそれをこう混ぜるわけ。かっちょいい。なんかこうちょっとこうニュアンスが出るでしょ。うん、ダメ、それちょっと上級編すぎる。本当に、あのな、楽器屋さん行って、教本買ってこい。そしてね、あの教本見ながらな、こう弾くとできるようになるぞ。俺も実は教本見てやったんだわ。マジ？うん、教本でここまで上手になれるんだ、真面目にやれば。スリーフィンガーとかできるじゃん、これ。ふいひ
ね、あ、じゃあ親指人差し指中指だけでやるんだったらできるかな、できるかもしれないね。あとはこうボサ系とボサノバ系とか、かっちょいい、今森久保くんよりかっちょいい、かっちょいい、マジ翔太郎より上行った？上行ってる行ってる。やばい、今俺口回んなかった。ショーラローとか言っちゃった。ショーラローより上行ってる。よっしゃー。じゃあ、うん、このまま、はい、カンナさんには一つお願いがあって、うん、この応援歌の中で必ずみんなにフレーズを考えてもらったんですよ。はいはい。まあいろんなのがあるんですけどね。うんうん、まあここは省きますが、うんうん、そのフレーズを一つ考えて、うん、それを絶対応援歌に入れます。うん、なるほど。じゃあ行くぞ。はい。なるぞなるぞ。木陰になると研いだ刃が折れるまで、これどう？あ、何これ、なんかいろんなものがかかってる。なるぞなるぞ、木陰になると、なると、なると思ってるって、うん、そう、研いだ刃が折れるまで、あ、ここ刃やめよう、区内にしよう、区内、あ、研いだ区内が折れるまで。真面目に考えてくれてるなんでいい人なんだ。ちょっと拍子抜けしたんじゃないの、もっとこうギャグっぽいの、ここいいの、ここ笑い求めてないの、ま、真面目なコーナーなんだ、すっごく。なるほどね、ギャグはね、うん、考えてたんだけどね、うん、ガマ親瓶がゲロゲロとかね、はいはいはい、ダメダメ、はい、ダメダメ、ポツポツ、ダメか、十分かっこいい、ありがとう。本当にこれ絶対かっこいいとこで使おう。いえ、じゃあこっからもう一つ私の個人的なお願いなんですけど、うん、まだ曲はできていないし、うん、まあ、歌も歌うわけなんですが、うん、あのほらコンピューターつなげてなんだって曲好きなんでしょ、カンナさん、うん、一緒にやらない、一緒にやらない、ちょっとチューニングがね、なに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 、逃げてる逃げてる一緒に一緒にやってくれ、あ、下校の時間だ、あ、帰んなきゃ、カンナさんカンナさん、お兄ちゃん一緒にやってかない、え、ちょっとぐらい企画にこう賛同して参加してくれてみないかな、うん、じゃあね、うんとね、考えとく、すぐにお返事はできないわ、やだ大人のお兄ちゃんじゃあまあまだ2回ね、カナさんはマンパでいるから、その間に私は口説き落とすということで、おし、このフレーズを使いますよ。そして皆さん、リスナーの皆さんにもまだまだ歌詞を募集しておりますので考えてくださいね、はい、ミュージックケアの係までどしどし送ってくれってばよ。アニプレックスは渦巻きになると